湘南門台北城は新大に台湾の台北大東との間に築城された面積約1.4平方キロメートルの城郭。台北府の所在地であったことから台北府城とも称された。台北城は1879年に建設計画が提出され1882年に着工、1884年に完成している。完成した台北城は1904年に 台湾総督府により城壁の大部分が撤去されわずかに4つの城門が残るのみとなり実質的に20年間しか存在しなかった。1935年に台湾総督府により4つ残された城門が出席指定された。戦後、残された城門は中華民国の一級戸籍に指定され台北府城と称されている。台北城古地図、緑部は 現在の北和目、め。新大の18世紀中期の権流、下境年間以降、泉州より多くの移民が台湾に移住し、淡水川ほとりの地区に定住した。その後平ら保族との通婚により、人口が増大、一府にしか増と称される繁栄を築いた。しかし1853年に分類回答あるいは、いただきした、広報という地域闘争に敗れた泉州道安人は、 大稲に重視商業に従事するようになった。これ以来と大稲が台北の中心地として栄えるようになった。1871年台湾出兵により琉球に対する創始権を創出した清朝は日本の勢力が台湾に及ぶことに危機感を抱き台湾を中国防衛の前線と位置づけ1875年に 復権準部の陳茂美記が上層した、台北義県一府三県総釣りを採用し、台北府城が正式成立することとなった。台北立府の儀が採火されて間もなく、防衛上の必要性から未処置不倫たち泉が1878年に、実地調査を行いと、大稲の間に位置する未開の荒れ地が選定され、台北府城管所、総病等の建築が構想された。 しかし、林徹る船は、台北が正式開府されるのを待たず死去している。1879年代北が正式開府した。初代地府の陳保士厚本1881年に、直属の上官である、福建純武神育英は、積極的に台北城建設に取り組み、1882年に、台湾兵備道、龍により正式に着工された。 陳保市厚口府と台湾道、龍の協力による、新朝最後の風水岩木である、台北城は1884年に完成を迎えた。台北城完成後、城内では次々と文廟、武廟、西欧廟、上皇廟、天皇宮が完成した。この他に同時に、淡水町、台北府、不正市、台湾順部東芽門なども建設され、台北が政治、 宗教の中心地としての地位を獲得するに至った。日本軍の台北入場を描いた想像図。遠方に北門が見える1884年神仏戦争が勃発すると、キーリン方面よりフランス軍が台北に迫り、だんだん一体で新軍により撃破される事件が発生した。この時は完成間もない台北城に戦火が及ぶことはなかった。台北城が 戦火に巻き込まれたのは1895年の日清戦争である。しかし日清戦争でも台北城は、その本来の防御機能を発揮することはなく、日本軍は平和侵中することとなった。日本軍の平和侵中では、東樹しか港出身で、台北で商業を営んでいた古建栄がキーパーソンとして登場する。日本軍の侵中が近づくと、 新朝会員は次々と台湾を離れ、また、台湾民主国建国の運動も瓦解した当時、台北城内が動乱化することを憂え、キールに一体に進中している日本軍を訪問、平和進中の方法を協議した。台湾通信によれば、林忠源、林朝宗、岡愛光らは相次いで台湾を離れ、新種の李平一氏、ごつら根元。もと、 新春神らは事態を収集できず、大井根、ね、李春雄に日本軍へ陳部要請を求めたが、軍師となる者がいなかった。古典坂は、台北の状況を見て自らキールに赴き総督に、大使事態収集を要請した。これにより、日本軍の平和新中が決定し、18日には、北白川宮義久新郎が、 21日には、川山助則総督が台北に入城し、軍政を開始したと記されている。これ以外に、台湾総督府大使には、大混乱に陥った台北を収集させるために、市心らが商人の古典栄を派遣し、日本軍の入城を迎えたと記録されている。1895年6月7日、古典栄が日本軍を北門に案内すると、 城内に住む老婦人陳法とその家族が城壁より、はしごを下ろし、日本軍を案内した。2000年、台北城の石材を用いた現代芸術作品。台北城に日本軍が侵中すると、台北防衛に対する城壁に関して様々な意見が出され、1897年に成立した、台北市区計画委員会は協議の結果城壁の撤去が決定した。 そして1899年に公示された第一次、宿改正計画で、台湾総督府は、外区整理と縦貫道路建設のため、台北城壁の一部撤去に着手した。1900年に発表された、台湾発の都市計画の中で、台湾総督府は堀を埋め立て、台北城壁と堀の間の空間を公園とし、また門を9カ所追加し城壁を貫通する道路の建設が始まった。 西門はこの時に取り壊されている。台北城壁取り壊し後に建設された台北監獄の兵。大規模な取り壊しは1901年の第二次市区改正計画の工事後である。計画では台北城のすべての城門が取り壊される予定であったが、住民感情を考慮した総督府により計画の一部が変更され、北門、東門、南門、 湘南門の保存が決定した。そして1904年末、保存が決定した4門以外の城壁がほぼすべて取り壊され、城壁の石材は東門付近に集められ、台北監獄と兵営が建設された。城壁跡は大通りとして整備され、現在でも台北市内の重要な交通道線となっている。台北城は陳保し集むと、 竜が風水に基づき建設したものであり、その立地は伝統に基づくものであった。北東から南西にかけて緩やかに傾斜する、台北城は北に大田室山と七世遺産を置き、木内の中心線は北極星に向かっていた。台北城の模型台北城は台湾で唯一の岩木であり、長方形の形状をしている、寝台最後の風水岩木である。台北城、北門、 左上部に近年撤去された高架橋が見える。旧西門に位置する城門出口。台北都市雲西門駅6番出口一帯。城門入り口には法西門旧市の石碑があり、出口から東に80メートルほど進んだ北港バス専用道路一帯である。城門は北門の昭恩門、南門の霊西門、湘南門の十広市門、東門の京福門。 西門の法正門がある。伝承によれば、台北城が完成して間もない時期は建築物を伴わない簡単な門であったが、後に、死神の献金により、門楼が建築されたと言われている。北門は、台北城の表玄関であり、正式名称を、昭音門と称す。成長に使え皇帝の恩庫を得ることから命名された。この城門の建築様式は、 台湾では珍しい方要式であり城とやり港を備えている。城門前には川溝の口の森城側が設けられ、現在は淡水側から森城側を経て運ばれた。昭恩門は日本統治時代に外閣や官邸が取り壊されたが、北門自体は完全な姿で今日まで伝わり、中華民国の国家一級戸籍に指定されている。西門は、 厚生門と称し台北上城,城門の中で最も華麗な姿であったことからこのように命名された。1900年疾患改正に伴う城壁取り壊しに、再し、台湾総督府は西門一帯の広大な土地を日本人の活動に供すことを考えた。取り壊しに反対した台湾総督府図書館長山中木こりの県議などもあったが、最終的に撤去が実行されると民衆からの 反発が強まり、これにより他の4門の撤去計画が撤回された。西門の所在地には宝瀬門休止の石碑がお西門ロータリーに建設されている。この他南門は台北城最大の城門である。南門の南側に湘南門が設けられと公共の交通に供されていた。また東側には京福門が設けられ。 こちらは有事に際しての封鎖することが可能な建築であった。これら3門は復権様式で建築されていたが、1965年に政府の市内景観の観光需要への統一政策の中で北方様式に改築されている。1993年に発掘された石材、台北城古根大正図。 1993年代、北都市運行時中、ただたか西地より1000個を超える1メートル1メートル3メートルの台北城奇跡が発掘された。台北市政府は、早運駅に面積約330平方メートルの展軸を設置し、また、中山区遼寧公園に石垣を建築している。また2004年には、築城120年をテーマとした。 台北探訪キャンペーンを行っている。台北城の城壁は、日本統治時代に建設された三線路に位置しており、現在の中山南路が東城壁、愛国西寺が南城壁、中華路が西城壁、ただた西寺が北城壁の跡となっている。木内街には、総東府228和平記念公園、中世記念堂、 行政院等の重要建築物が多く見受けられる。ありがとうございます。